はい、皆さんこんばんは、こんにちは。元公立高校理科教諭のチョボ先生です。チョボットサイエンスのお時間となりました。皆様いかがお過ごしでしょうかということで、今日はですね、一日中冷たい雨がですね、降っておりまして、また季節がね、進行したなと、まあ言ったところなんですけどもね、まあ、今週末、明日、明後日、週末、まあさらに週始めにかけてね、気温の方がぐっと低くなるということでですね、まあ寒くなるなっていう感じなんですけども、今日はですね、皆さんにね、まあお知らせというか、まあ連絡ホームルームという形でですね、皆さんにお伝えしたいことがありますので、ちょっとそちらの方をね、まあお話したいなと思うんですけども、なんと、チョボ先生、YouTuber デビューをしましたということでね、ありがとうございます。拍手が聞こえてますね。まあ自分で知るんですけども。これね、何かと言いますとですね、先週の配信ですかね、YouTube ポッドキャストが、いよいよこの RSS を実装化したということでね、まあこれまあ簡単に言いますと、まあ例えば他の、ポッドキャスト配信のプラットフォーム、スタンド FM とか、まあ Apple ポッドキャストとかね、Spotify for Podcaster とか、そこで配信したものをですね、まあ連携させて、まあ同じ音声データですけども、まあ YouTube にもアップできるみたいな、まあそういったですね、まあ夢のようなね、まあ素晴らしい機能なんですけども、それが YouTube にも実装されたってことでね。まあ、YouTube のポッドキャストがですね、もう実装化されたということでですね。まあ、いち早くね、皆さんにお伝えしたんですけども。で、まあ、その音声データをですね、まあ、スタンド FM ので配信している内容と YouTube を連携させようと思ってですね、まあ、スタンド FM の RSS をね、まあ、コピーしてね、YouTube にこう貼り付けてね、いや、いよいよね、これでも YouTuber デビューやという感じでですね、まあ、心躍ってたんですけども、まあ、とりあえずでも、スタンド FM に配信している、まあ、すべてのデータを、まあ、移行しようということ、まあ、結構選べるんですよ。最新のものからアップロードするとか、まあ、日付決めて、2000何年の何月から配信している内容をこう移行するとか、あと全部のデータを移行するとかね、これ3つ選べるんですけども、とりあえずもうこれ全部いったらみたいな感じで、もう全部こう、全部を移行しますみたいな感じの選択してね、やったわけなんですよ。そしたらですね、もう全然移行できないんですよ。ずっとね、ぐるぐるマーク回ってるわけなんですよ。少しお待ちくださいみたいなね。まあ、確かにね、注意書きでね、すべてのデータを選択すると、まあ、移行まで時間かかりますよっていうね、まあ、注意書きはあったんですけども、まあ、それでもね、まあ、YouTuber になれるから、もうそれぐらい待つよっていうことでやってたんですけども、もう一向に移行されないんですよ、全然。でも、これしゃーないなと思って、まあ、パソコンのね、電源もつけたまんまにしようと思ってやっててね、で、振ってみて、1日経って見てみたら、180何個みたいな。80個ぐらいみたいな。だいたいね、550ぐらいあったんで、いや、全然いいみたいな。5分の1もまだ達してないみたいな。でもね、日を追うごとにね、ちょっとずつ増えてるんですよ。YouTube 頑張ってるのよ。で、頑張って2日だったらね、150とか、3日だったら200とか、もうなってって、これは、根気のいる仕事なのみたいな。そんなね、そんなかかると思ったんですけど、もう、で、やっとね、5日目か1週間目経って、やっと、多分全部じゃないと思うんだけど、450何個移行できたんですよ。もう、でもまあ、でも最新のね、エピソードも、どんどんこう移行できるようになってきたから、うん、その、移行し始めて、次の配信しますよね。その次の配信が、やっと最新のやつが上にポンって乗っかってくるって移行できるようになってきたんで、もうそろそろ多分全部じゃないけど、もうこれもう公開しようと思ってね、公開するっていうボタンを押さないと、YouTube にその音声が乗っからないんで、で、やっと公開するってやったのが、まあ大体、まあ3日4日ぐらい前ですかね。で、ようやくですね、まあ、全部ではないと思うんだけど、まあ、とりあえず、まあ、YouTube にお引っ越しか移行がね、完了したので、ちょっと皆さんにね、ちょっとお伝えしたいなと思いましてですね。なので、私のこのね、音声配信のこの音声がですね、YouTube でも聞けるようになったということでね、もうこれは晴れて、YouTuber デビューと言っても過言ではないと
そういった状況になりました、皆さん。でもね、まあいろんな数々のプラットフォームありますよ。で、私のこの配信をね、まあ Apple Podcast で聞いてる人、Spotify で聞いてる人、Stand FM で聞いてる人、まあたくさんいると思うんですけども、その一つの選択肢として、YouTube が増えたっていうことがですね、まあこれは大きなね、もう大きな大きなニュースなのかなということでね、ちょっと皆さんにね、ちょっとお伝えしないなと思いまして、まあリンクにですね、まあ YouTube のね、私のチャンネル、まあ貼っておきますので、もう基本的に静止画です。はい。動きません。で、このトップ画にしている、その、なんていうの、画像が、ボンって出てきて、で、音声が聞こえるってだけなんで、まあね、タイトルはちょっと惹かれると思うんですよ。なんかこれ、あ、ちょっと知りたいな、みたいな。ちょっとなんかサイエンスのこと話してるみたいな。あ、なんかちょっと面白そうなタイトルやん。クリックしてみよう。動かへんからね。もう静止画やから、YouTube 見たら。静止画やんみたいな。そんな感じの反応なんちゃうかなと思ってるんですけど、基本的にその YouTube ポッドキャストというものが、まあ、そもそもまだまだ知名度も低いし、まあ、RSS 実装されたかっていうのも、まだ1ヶ月も経ってないので、そこまで皆さんの認知度っていうのは低いと思うんですけども、まあ、YouTube でもポッドキャストが聞けるんだっていうことと、まあ、YouTube もポッドキャストに本腰を入れてきたよっていうところがね、まあ、これがちょっとすごい、ことなのかなということで、やっぱ Spotify とかも、ポッドキャストにかなり力入れてね、何兆円かなんかこう投資してるみたいな感じなんで、まあ、やっぱりその、すべてのこの動画とか音声も含め、まあ、そういったもう総合プラットフォームの、やっぱりこの覇権をね、やっぱ YouTube はこうずっと握ってたいみたいなね、まあ、そういった多分思惑があるかもしれませんので、なので僕、ポッドキャストの方に力入れたのかなということなんですけども、まあ、基本的に動かないけど、YouTube といえばなんか動画っていうイメージあるかもしれませんけども、Apple じゃないわ。YouTube Music でもね、まあ、ポッドキャストと連携してるんで、YouTube Music でも、この音声配信が聞けますので、まあ、YouTube Music をね、よく使用されてる方はですね、まあ、使ってるよって方は、私のね、ポッドキャストも聞けますので、ぜひね、なんかお気に入りかなんかに、いまいちの仕組みがよく分かってたんだけど、なので、まあ、YouTube でも聞けるので、まあ、ぜひね、その辺もね、ちょっとチェックしていただければな、ということでね、これ YouTuber デビューしましたよ。でね、もう収益化もね、できるみたいですね。YouTube ポッドキャストだけでも。だからもう YouTube ポッドキャストだけで収益化ね、マネタイズできたらですね、これはなんかね、まあ面白いことになりますよね、ということでね。まあやっぱりそのプラットフォーム界の黒船が、まあ、やってきてですね。まあ、音声配信をね、まあ、2年半ぐらい続けてる身ととしてみればですね。まあ、本当に最初の頃って本当に、ポッドキャストを配信するね、まあ、プラットフォームとか媒体が少なかったんですけど、ちょっと潮目が変わってきたな、みたいな。まあ、まあ、で、まだまだね、その動画の方には追いつかないし、まだまだなところあるかもしれませんけどもですね。いつかこういったね、まあ、ポッドキャストがもう身近にあるっていうかね、まあ、生活の一部になるぐらい、こう浸透しすればいいなっていうことをですね、まあ、願いながらね、まあ、音声配信の方を続けていきたいなと思っておりますということでね、YouTube でも聞けるようになったので、ぜひね、皆さんね、ちょっとチェックしてみてください。でもね、データっていうか話してる内容は全て一緒ですから、Apple Podcast だろうが、Spotify だろうが、Stand FM だろうが、YouTube だろうが、もう全て同じデータなので、まあ、別にね、一回聞いたらいいかもしれませんけども、まあ、お好きのプラットフォームで聞いていただければと思いますので、ぜひね、チェックの方よろしくお願いします。ということで、今日はこの辺にしたいと思います。それでは皆様、さよなら。バイバイ。